ディフェンディングチャンピオンとして参戦するセバスチャン・オジェ、ディフェンディングコドライバーとして参戦するジュリアン、イングラシア・マニファクチャラーズタイトルに連覇のヒュンダイ2021年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第49回大会である。2021年の WRC は以下の通りで行われる。前年に続き新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受け、 当初発表されたスケジュールから変更が出ている。トヨタはワークスエントリーの3台については前年と同様。ワークスエントリー外で前年はスポット参戦だったかつて木本が前線に参戦する。またチームプリンシパルであった富茉記年は2021年よりトヨタのモータースポーツアドバイザーに就任のため退任。後任にはヤリーコールマティラトバラが任命された。 ヒュンダイはセバスチャン・ローブがワークスエントリーから外れ全4組でのエントリー。タナックとヌービルが前線に参戦し、ソルドとブリーンが3代目をシェアする体制となる。ソルドはコドライバーを務めたカルロス・デル・バリオとのコンビを解消した。また、WRC2 でピエール・ルイ・ルーベと共に2019年チャンピオンを獲得し、2020年には ヒュンダイの WR カーで参戦に、スポット参戦した、フランスのプライベーター、ニシーコンペティションが、本年よりワークス支援を受けて、ヒュンダイの2チームとして、マニュファクチャラー参戦する。ドライバーは引き続きルーベである。WRC2 では、ニコライグリア人に代わり、オリバー・ソルベルグを起用。オーレ・クリスチャン・ベイビーとソルベルグはシーズン中に、I-20R5 から、 新型の I20 ラリーニへと乗り換えが予定されている。ヌービルは1月15日、10年にわたり子ドライバーを務めていたニコラジルスールとのコンビ解消を発表。公認はベルギー人のマルタイン・バイダイヘとなる。M スポーツフォードはエサペッカラッピが対談。昨年6戦に出場したガスグリーンスミスがフル参戦となる。テームス2年とアドリアン・フルモーは2代目をシェアする。 またす2年は、今年もやるもレーティネンとのコンビを継続する予定だったが、レーティネンがトヨタのイベントリーダーに就任したためこれを解消。後任には2018年までコンビを組んでいたミッコ、マルクラが復帰する。第2戦に出走したオリバー・ソルベルグの子ドライバーは、当初はアーロン・ジョンストンであったが、ジョンストンの新型コロナウイルス陽性に伴い、代役として、 セバスチャン・マーシャルを起用した。ガス・グリーン・スミスは、第3戦よりコドライバーを、エリオット・エドモンドソンからクリス・パターソンへと変更した。第4戦に、WRC2 に、出走予定であったアンドレアス・ミケルセン、オーレイ・コール・クリスチャン・ベイビー、ゲオルグ・リンナ前の、コドライバーのウォロディミル・コルシアは、新型コロナウイルス陽性に伴い出走を取りやめた。ベイビーは、その後、 第4戦期間中に新型コロナウイルスに関する FIA の規定違反を犯したため6ヶ月の参戦禁止処分を受けた。コルシアも同様の処分を受けている。オリバー・ソルベルグは第5戦に西コンペティションから出走予定であったが、父、ペター・ソルベルグが新型コロナウイルス陽性判定を受けたことや前日のベイビーの感染により、ヒュンダイ WRC に母体チームの レッドグレーレーシング関係者全員がポルトガルから2週間移動できない状態となったことも重なり出走を取りやめた。本年よりタイヤがワンメイクとなりピレリ製のコントロールタイヤが導入される。パワーステージではドライバーズポイントと同時に上位5台にはマニュファクチャラーポイントも加算される。ポイント加算はドライバーズ同様で対象者の上位2台のポイントが有効となる。 また、WRC2 及び WRC3 でもパワーステージが導入される。ありがとうございます。